ドリームデイジーの花と大きな目で構成された頭部を持つ人型のキャラクターですドリームは夜になると貨物やトラッククレーン船といったものが立ち並ぶ霧がかった港に出現します不気味な音色のオルゴールを鳴らしながら徘徊しており人間を見かけると追いかけ攻撃しますペネロペフレンズという名のユーザーがタンブラーに投稿していたドリームコア風の画像の中に登場する同様の外観を持つキャラクターが元ネタになっています